皆さんこんばんは。7月2日のバーチャルワールドニュースの時間です。キャスターは私キララボア、コメンテーターはインヤンでお送りいたします。本日お伝えするニュースは次の通りです。ガンビットのポキポキが9月30日で終了に。トヨタホームがミートミー内にバーチャル住宅展示場をオープン。好調サイバーエージェントのアバターサービス。アメラピグの訪問者急増。5月の訪問者数は190万人。海外向けアバターサービス、タイニーアーミー、ユーザー数が100万人を突破。企業の仮想空間活用ニュース。インプレス R&D がバーチャル転職フェア、職展開催。 CNN がメキシコ湾原油流出事故を 3D で再現。ネザブルがオープン志望ウェブブラウザーで閲覧できるビューワを導入。セカンドライフイベント情報。第4回鮎村七夕祭り開催。クラブ MK ダンスコンテストボリューム3。まず最初のニュースです。株式会社ハンビットユビキタスエンターテインメントが運営する 3D コミュニティサービスポキポキが9月30日をもってサービスを終了することになりました。ポキポキは2008年7月より正式オープンした韓国の株式会社ネオアクトが開発したコミュニティサービスを日本向けにローカライズしたサービスです。女の子向けの可愛いデザインが特徴で、ユーザーは自分のアバターをカスタムし、洋服や家具をコーディネートしたり、釣りや虫捕り、料理など様々なミニゲームで遊ぶことが可能でした。また、サービス開始当初は、アカウント登録が招待制だったため、アカウントを取得したユーザーには、ポキポキに招待してくださいとの申し出が殺到するほどの人気でした。この招待制は2009年4月まで継続されました。その後も定期的なアップデートやイベントの開催なども行われてきましたが、残念ながら初版の事情により9月30日をもちて正式サービスが終了されるということです。終了までの日程としては6月29日をもってプレミアムアイテムの販売を終了、および未公開ファッションアイテムの公開が行われ、7月30日にはサポートの体制が終了、公開ウェブサイトのログイン機能とお知らせ以外の機能が停止し、9月30日をもって完全に終了となることです。6月29日から7月13日までは、旅立つ仲間へどうもありがとうキャンペーンが行われ、ポキポキのプレイに応じたポイントで、ハンビットユビキタスエンターテインメントが運営する他のゲームのアイテムの購入ができるということです。次のニュースです。住宅メーカーのトヨタホーム株式会社が6月25日、ココアが運営するメタバース、ミートミー内にバーチャル住宅展示場をオープンしました。バーチャル展示場では現在3棟のモデルハウスが建てられており、アバターを使用して実際に中に入り、間取りや設備を見学することが可能です。ドアや床の色、キッチン設備のコーディネートを変更して雰囲気を確認することもできます。また、家具なども設置されており、室内を歩き回ったり、ソファーに座るなどして住宅を疑似体験することもできます。NPC の住人役のアバターもおり、住み心地などをアピールします。現時点では営業担当者のアバターは常駐しておらず、個別の対応はリアルの営業担当者などへ誘導する形となります。
モデルハウスのリビングに設置されているテレビが詳細情報へのリンクとなっており、トヨタホームの通常のウェブサイトへジャンプして価格などを参照する仕組みです。全国にあるリアル展示場の検索・見学予約や営業所での商談予約が行けるようになっているのも嬉しいところです。今後の展開としては、バーチャル展示場内での商談にも対応できるようにしていく考えだということです。なお、このバーチャル展示場の建築コストは一棟が150万前後だということで、現在3棟のみですが、来年度中には同社の全ラインナップをバーチャル展示場に建設をして、同社の通常のウェブサイトからの誘導も行うということです。次のニュースです。好調なサイバーエージェントの仮想空間サービスやアバターサービスの話題です。6月29日、世界でも最大規模の情報メディア企業であるニールセンカンパニー傘下のインターネット視聴率や統計調査を行うネットレーディングス株式会社が 2D 仮想空間アメーバピグの訪問者が増加し、5月の訪問者数が190万人に達していることが分かったと発表しました。この調査はニールセンオンラインが提供するインターネット利用動向調査ネットビューの5月のデータをまとめ分析したもので、訪問者数の推移を見ると2009年12月から順調な増加傾向となっており、特に2010年5月にユーザーの急増が見られたとのことです。この急増はテレビ CM の放映を2010年4月から開始したことなどが影響していると見ています。また訪問者の構成を見ると、性別では男女比が41対59と女性の占める割合が高く、年代別では男性は30代を占め、女性は男性に比べて20歳未満20代の割合が高くなっているとのことです。アメバピングは芸能人の参加、ゲームの提供、テレビ CM の放映、参院選やワールドカップのような時のイベント開催など積極的なプロモーションを展開しています。同サービスの仮想アイテムの売上は3月の時点で月に1億円を超えており、今後も動きが期待されます。もう一つはサイバーエージェントの連結子会社である株式会社 G クレストが運営する海外向けアバターサービスタイニーアーミーのユーザー数が100万人を突破したという話題です。同サービスはアバターを作成して着せ替えを楽しんだり、チャットや SNS 機能を利用してコミュニケーションを楽しめるアバターオンラインコミュニティです。2009年10月5日のサービス開始以来、日本のアニメや漫画などの日本文化を好む10代20代の北米ユーザーをメインターゲットに世界各国で利用者数を伸ばし、開始約8ヶ月で利用者数100万人を突破しました。その後、今年3月には Facebook アプリ版のサービスも開始され、現在ではアジア、欧州など世界各国のユーザーからも多数利用があるということです。このタイニーアーミーもアメーバピグもブラウザで楽しめる 2D のアバターサービスです。敷居が低いところから広まっているようです。イアンさん、このニュースいかがでしょう。はい、ですね、アメーバピグの、改新というのは、まあ、ここ数ヶ月、何度もニュースになったと思います。まあ、先ほどありましたように、テレビ CM というのは、やはり、まあ、大きな要因だとは思うのですが、このアバターというものに対してですね、まあ、着せ替え人形的な使い方が、まあ、ほぼ多いんですが、割と浸透し始めてきたのかな、というふうに感じています。特にですね、まあ、アメーバピグに関して言うと、割とですね、まあ、男性の場合にはまあ30代、女性の場合によると、若い年齢層にも広がっていると。まあ、その要因としては、やはり、着せ替えしてお互いにですね、それを見せ合うということができる。で、まあ、実際にですね、2D のアバターのためにですね、負荷も軽いので、いろいろなデバイスとですか、
まあ、携帯電話を含めて、いろんなところでもって共有できる、また人に見せることができるというようなところが大きいのかもしれません。ただですね、この二次元の、アバターというのは、やはりどちらかというとですね、規制関与と先ほど言いましたけども、まだまだアバターというよりかは、自己を投影するアバターという概念よりかは、どちらかというと、自分の所有している、人形というような意味合いがまだ強いように感じています。要するに、インターアクティブというようなところでもっての新しいエンターテインメント性が、ゲームと同じように広まってきているのと同じような感じで考えていますが、さらにこの仮想世界の中にいる住人たちのようにですね、この空間の中でもってイマーシブネス、要するに臨場感というものを、没入感というものを、体感する人が増えると、アバターの使い方がただ単の、お人形から、自分の分身へと変化していく時期がこれから来るのではないかなというふうに思っています。以上です。ありがとうございました。次は企業の仮想空間活用の話題です。株式会社インプレス R&D が9月15日から12月14日火曜日までの3ヶ月間、仮想イベントとしてバーチャル転職フェア食展を開催します。バーチャル転職フェア食展はアメリカのシックスコンコネックス社が提供している仮想イベントシステムバーチャルエクスペリエンスプラットフォームを使用して行われるウェブ上の転職フェアです。ユーザーはウェブブラウザー上で展示会やカンファレンス、セミナー、会議などの各種イベントに参加できるほか、会社案内を受け取ったり、自分の履歴書を渡すことも可能となっています。出展者と来場者、求職者がチャットで直接会話することも可能で、現在20社程度の出展予定があるとのことです。同社では、予定来場者数は約1万名ほど見込んでいるということです。アメリカのケーブルテレビ向けのニュース専門放送局 CNN が今年4月に発生したメキシコ湾原油流出事故の様子をゲームエンジン Unity を使用して 3D で再現したページを公開しました。メキシコ湾原油流出事故は4月20日にアメリカルイジアナ州のメキシコ湾沖合80km で操業していたエネルギー企業BPQLC の石油掘削施設ディープウォーターホライズンが爆発し、掘削パイプが折れて海底油田から大量の原油が流出した事故です。アメリカ史上最悪の原油流出事故と言われており、現在も復旧作業が続けられていますが、アメリカ東海岸の砂浜は原油に汚染され泳ぐこともできない状況です。CNN では、このメキシコ湾とディープウォーターホライズンを Unity テクノロジーが提供するゲームエンジン Unity を使用して Web ブラウザー内で操作できる 3DCG で再現し、閲覧できるように公開しました。視点変更やズームも可能で、海上のプラットフォームや海中の掘削パイプ、海底の原油流出部分などを自由に見ることができます。次のニュースです。先日セカンドライフの著名テーマシムグリニーズホームの閉鎖をお伝えしましたが、アート集団レザブルの話題です。これまでも市民放送ではレザブルの話題を何度もご紹介してきました。グリニーズホームをはじめオープンシムを使って試みているエジプトのツタンカーメン王のお墓を詳細に再現できるプロジェクトヘリテージキー VX ストーンヘンジをテーマに、紀元前2400年のイギリスの様子を再現するプロジェクトなど、実に挑戦的かつ文化的な活動を進めています。このレザブルが今回挑戦したのはゲームエンジン Unity を使用したオープンシムをウェブブラウザーで閲覧できるビューワーの導入です。現在、ウェブブラウザービューワーのアルファテストとして、
ギャラリープレビューをリリースし、利用者からのフィードバックを求めています。このアルファテストに参加するには、ユーザー登録が必要ということですが、テストが成功し、ブラウザでコンテンツを楽しめるようになれば、ますます仮想世界が有意義なものになるでしょう。メザブルの今後に期待したいところです。最後は、セカンドライフのイベント情報です。明日、7月3日から7月7日までの5日間、セカンドライフのあゆむらシムで七夕祭りが開催されます。4回目を迎える今年のあゆむら七夕祭りは、なんと期間中賞金総額7万リンデンドルの大放出です。オープニングは21時から1問1000リンデンドルのクイズ大会と1万リンデンドル花火コンテストが行われ、4日にはステップアップさんのライブ、最終日の7日にはラブイッツさんのライブが行われます。また6日の22時からはこちらも賞金総額1万リンデンドルのフィーリングカップル5対5が行われます。カップルが誕生すると高額のリンデンドルが贈られるとのことですが、一体どうなるのでしょうか。本日の映像紹介のコーナーでこのあゆむら七夕祭りの直前レポートの映像をご紹介するので、ぜひ参考にしてください。また同じく明日の3日土曜日22時からは老舗のホストクラブ、クラブ MK にて第3回目のダンスコンテストが開催されます。入賞者にはダンスの PV が作成されプレゼントされるというこのイベントですが、派手な演出を行うパーティクルは禁止で、純粋に選曲とダンスの組み合わせの技術が競われます。 VWBC ではこのイベントの様子をユーストリームで中継いたします。会場は大変混み合うことが予想されますので、会場に入れなかった方はユーストリームの VWBC チャンネルでお楽しみください。次は私キララのピックアップコーナーです。今週のピックアップはショーダンスのお店を2件ご紹介します。最初のお店はフォクシーレディーです。オーナーは上総吉川さんです。フォクシーレディーは営業スタイルが3つございまして、1つ目はショータイム、毎週月曜日は専属ダンサーとゲストダンサーによるショータイムです。ダンスはもとより舞台や演出にも趣向を凝らした独自のショーをしています。2つ目はナイトクラブ、毎週土曜日は音楽やチャットを中心に思い思いのコスチュームを着てみたり、みんなで踊ったりゲームをしたりといった具合にお客様もスタッフも分け隔てなく楽しめる空間をご提供しています。3つ目はダンスショー、毎月1回特設ステージでダンスショーを開催しています。普段よりちょっと豪華なショーを素敵なゲストダンサーとともに開催しております。そしてフォクシーレディーでは一緒に働いてみたいなっていうキャストやダンサーを募集しています。楽しいところで働きたい、どこか気の安らぐ居場所が欲しい、ダンスの勉強してみたいなど、興味のある方はいつでもご遠慮なく上総吉川までご連絡ください。3つ目のお店はクラブマーメイドです。オーナーはノートイールさんです。クラブマーメイドではマーメイドでしか見れない聞けないような演出音楽にこだわり、季節によってショーの演目を変えてメンバー12人で活動しています。またマーメイドショー以外にもお客様が参加できるようなイベントも開催しています。成田支部の海底には海底遺跡の人魚のためのダンスホールがあります。開放しておりますので自由にご利用ください。今後の予定は7月8月とショーの予定が入っておりますので、クラブマーメイドのブログでショーのお知らせをいたします。2つのダンスショーのお店をご紹介いたしましたが、フォクシーレディーはステージの上で、クラブマーメイドは海でのダンスショーをしています。2つのお店には違った世界が広がり、
私たちの目を楽しませてくれます。セカンドライフならではの楽しみ方ができます。忙しいリアルを忘れさせてくれる幻想的な世界を過ごしてみませんか。以上、キララのピックアップコーナーでした。これで本日のバーチャルワールドニュースを終わります。